皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、よく気づくということも考えものですというテーマでお届けいたします。年を取ると目が見えにくくなったり、耳が聞こえにくくなります。こればっかりは年齢とともに衰えていくのが通常です。目と耳だけでなく体力が落ちてきますし、反射神経も鈍くなってきます。その結果、コミュニケーションに不都合が出てきます。例えば、相手の話した言葉が聞き取りにくくなると、通常であれば聞き返せばいいんですけども、何回も聞き返すと相手に申し訳ないという心理が働きます。その結果、聞き取れなくてもうなずいて分かったふりをしてしまうこともあるそうです。こうなると話は通じなくなります。これは視力にも当てはまります。私の父は86歳で亡くなりましたが、晩年道を歩いているとばったりに父に会った時があります。前方から父が歩いてきたのは分かりました。数メートル先まで接近した時、お父さんと声をかけると無視して歩いていきました。私の声が聞こえなかったようです。また目が悪かったので私だということを認知できなかったのでしょう。80歳を過ぎるとこのようなことが起こります。耳が悪くなるとコミュニケーションが億劫になります。相手の話が聞き取れないのでストレスもたまるでしょう。これは年を取れば誰でも起こる症状ですが、よく聞こえる、よく見えるというのは時には不便だということに気づきました。なぜならばよく見えるということは汚さが気になります。耳がいいということは聞きたくない話も聞こえるかもしれません。今日の本物の商売を目指すポイントです。目がいい、耳がいいというのはまだいいんですが、面倒見がいいというのも考えものです。例えば上司と部下の間であれば、面倒見のいい上司と面倒見の悪い上司がいます。私は面倒見の悪い方です。面倒見のいい上司というのは部下が困っているとすぐに助けます。放任も困ったものですが、面倒見のいい上司も考えものです。その理由は、面倒見のいい上司の部下はスキル習得や能力向上が遅くなります。つまり部下が成長しないということなんです。上司に聞けば何でも解決してくれるという心理が働いて、自分で考えることをしなくなります。ですから声をかけたくても知らないふりをして最後まで部下に任せるという演技も時には必要でしょう。見えていても見えてないふり、聞こえていても聞こえてないふりをすることは部下の成長を願う上司や経営者に必須の能力です。間違っても面倒見のいい経営者、口うるさい上司になってはいけません。間違いなく部下は成長しません。親子関係にも同じことが当てはまるでしょう。親が何にでも関わってくると子供は鬱陶しくなります。いちいちうるさいなぁとなります。ですから本当に困っているとき、取り返しのつかないような大きな間違いをしそうなときにだけ関わるのがいいと思います。そうすれば解決できそうな問題は子供たち自らが考えます。逆に何でも関わってくる面倒見のいい親の子供は、わからないことや困ったことがあるとすぐに解決策を親に聞いてくるようになります。この他にも忙しそうにしている部下を捕まえて無理して声をかけるのだったら、あえて声をかけないという選択をするのも思いやりの一つです。特にコミュニケーションの場合、数多く接触した方がいいと言われていますが、一概にそうとも言えません。部下への過剰とも言える関わりや部下の成長を遅れさせます。新入社員はあらゆることを教えなければいけないので、過剰な関わりでもいいと思いますが、一定の期間を過ぎたなら、関わりを徐々に少なくして、一定の距離を置いてください。そして自分で考える環境を教えてやってください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。